皆さんこんにちは、スタントライダーの小賀です。今回は小賀チャンネルでは珍しいショートツーリング動画です。実は撮影用に新しいレンズを買ったので、本日撮影がてらお花見ツーリングに行ってきました。そしたら目的地がとても素晴らしい桜の名所だったので、満開のうちに皆さんに紹介したいと思い、急遽動画を作りました。もしまだお花見ツーリングをしてない方は、花が散る前、できれば満開のうちにぜひ行ってみてください。動画の最後には満開の様子をシネマティックにおしゃれに動画を作ったので、最後までご覧いただけると嬉しいです。小賀チャンネル、皆さんこんにちは、スタントライダーの小賀です。今日はですね、ちょっと気まぐれで、ショートツーリングに出発しております。はい、で今ですね、江戸川沿いの、脇の道をね、今走ってるんですけど、いつもはね、ここは菜の花がすごい満開で綺麗な場所なんですけども、ちょっとね、タイミング悪かったみたいで、もう花が散ってしまったようです。はい、で、今日はですね、なんで、ツーリングに、来ているかというとですね、実は新しくカメラのレンズを買ったんですよ。ソニーの、35mm の F1.8 っていう、安い単焦点レンズっていうレンズなんですけども、バイクの番組なんでね、詳細は割愛しますが、やっぱりね、新しいレンズ買うと撮影に行きたくなるわけですよ。なので今日はですね、背中に撮影機材背負って、桜が今ちょうど満開なので、桜を撮りに行こうかなということでバイクを走らせております。で、今日の目的地は、野田にある、千葉県野田市にある清水公園というところに、今向かっていますね。はい、で、江戸川をずっと北上してきているんですが、その野田の清水公園、これがね、桜の名所ということで、僕もまだ全く行ったことないんですけれども、桜どんなもんかと、なんなら、新しく買ったレンズでしっかり撮影して、そのね、桜の綺麗さを撮れたらなというふうに思っております。ね、そうこうしたら目の前に菜の花出てきましたね。ちょっと緑増えてるけど、一面とはいかないけど、7割ぐらいは菜の花がね、咲いて綺麗ですね。さて、清水公園までもう少しです。おかチャンネル、このね、野田橋を右に曲がって、千葉の方に曲がっていきます。このね、江戸川沿い、今奥に見えるけど、菜の花がね、すげえ植えてあって、今ちょうど結構いい時期なのかな、すっごいね、菜の花が満開です。場所によっては満開で、場所によってはまばらだったりするんだけどね。で、この野田橋を曲がって、今埼玉にいるんだけど、この橋を渡ると千葉県になります。さて、ここを右折していく。これが江戸川ですよね。菜の花超植えてあるでしょ、右も左も、埼玉側も千葉側もね。ちょうどね、満開の後みたいな感じなんですよね。だ、ちょっと緑と黄色がすげえ混ざっちゃってるけど、こんな感じですよ。ちょっとね、雲が出てるからね、時折今日曇ったりとか晴れたりみたいな天気なんだけど、撮影するときにぜひとも晴れ間がたくさん出てほしいなという感じです。やっぱね、映像ってね、みんなも経験あると思うけど、曇りの時、光が当たってない時に映像を撮るとね、灰色の世界にしかならないんですよ。今こうやってすごい黄色がね、パキッと出てるけど、これがね、やっぱり暗い黄色になっちゃってね、そのサイドが落ちたような残念なね、映像になっちゃうんですよね。なので、 35mm の単焦点というね、明るくて非常にボケ感の強いレンズなんですけども、ね、せっかく新しいレンズ買ったので綺麗な映像を撮りたいです。穴の花が綺麗です、ここね。あのね、都内から日帰りにしては近いんだけど、ちょっとね、3時間ぐらいで、行って帰ってこれるような、そんな距離感なの で、 で今ね、ちょうど満開でしょ。休みの日ちょっと時間があって、午後だけちょっと出かけられるとか、午前中だけちょっと出かけられるみたいな人におすすめな、距離だと思うんですよ。
バイクでちょい乗りして、桜見て帰るみたいなね、いい感じの距離感なので、気になった方はぜひぜひ、この清水公園、行ってみてください。まだねこれから撮影するんだけど、まあ下調べは結構やったんだけどね、やっぱりね、桜の曲はめっちゃいいです、だからこれショートツーリングにすごいいいと思うのでね、この動画見て、あ、桜綺麗だなと思った方はね、ぜひ清水公園行ってみてください。あ、ここも桜綺麗だな、どこも満開ですな。今日はね、屈斜にのね、アメリタジャケット着てるんですよ、先日送られてきて、まだレビューどことか作ってないんだけど、この季節ね、めちゃくちゃちょうどいい、中に、これも屈斜にのパーカー着てるんだけど、ちょうどいいね、やっぱね、正直ね、まだ寒いのよ、バイク乗ってこう風を切るとやっぱりまだ寒い時期なんで、ただ極寒の季節みたいな、もうゴリゴリのダウンはやっぱね、着る必要はない感じなんですよ、バイク降りた時暑いしね。だからなんかね、こうウィンドブレーカーにちょっとこう生地が厚くなったようなスタイルのジャケットっていうのはこの時期最高ですね。まあ俗に言う3シーズンジャケットってやつですね。さて、もう少しですよ、もうそろそろ到着しますよ。さっきね、喋ってたらね、曲がるとこ通り過ぎちゃって、なんかすごい田舎道を通らされてるけど、そろそろ到着するはずです。あれかな、あの駐車場がもう駐車場かなね。あ、桜咲いてるし、お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ここですよ、清水公園到着しましたよ。これちょっとね、外から見てももう桜がたくさんあるから、すげえ期待値高いわ。しかも今日土曜日だから人多そうだな。さて到着しましたよ。いやー、もう桜の花びらが重たそうです重たそうです。ここ右に曲がっていきますね。車は1時間200円2時間400円みたいなんですけど、バイクはですね、ここに止めて OK だそうです。なのでバイクで来る方はですね、駐車場中入れないでね、この入り口の脇のこのスペースにバイクを止めてくださいね。ということで、もう花がめっちゃ咲いてます、桜の花がね。早速ちょっと撮影の準備して公園の中散策していこうと思います。